使ってしまった。いやー、いけるかこれ。はい、こんにちは、ピカーですけどね、ホットラップレーシングっていうね、スイッチの超リアルなねレーシングゲームやっていきたいと思います。今日ね、ハンコンでやっております。任天堂公式のねマリオカートのハンコンを使っておりますね。説明書もねよく読むとちゃんとね設定できますので、ぜひねいろいろ試してみてください。まだ私もね設定がちょっといろいろ詰まってないところもあるんですが、だいぶね設定出てきました。やっぱりね好みとかいろいろあるので、自分のね好みに合わせて打角だとかね、切れ角のねトーンカーブなんかもね合わせられるので、結構ね本格的に調整できますよ。なのでこの辺はね好みなので合わせていただきたいと思います。私はね結構ニュートラルですね。トーンカーブもニュートラルだし、デッドゾーンもねゼロですね。そんなんでやっております。ということで、まずはホットラップでねいろんな車乗ってみよう。前回の動画もね概要欄貼っとくんで、そちらの方もご覧いただきたいですし、ホットラップレーシングのね詳しいこともいろいろと概要欄の載せておきますので、そちらの方からもご覧ください。ということで、古いね F1 とか、こんなね古い F1 だったり、ローラっていうね F3000、 これね私この車乗ったことありますよ。 F3000T91、 これに F1 エンジンが包まれてるね F3000 シリーズのこのマシン乗ったことあると思いますね。ブラバム BT60、 こんなね F1 マシン750馬力の V10 が積まれてますね。ニナルディ F1 ですね。ニナルディのこれじゃないんだけどね、ちょっと私の友人が持ってましてね、それもね乗ったことありますね。 F1 ちょっと後で乗ろうか。まずは何乗る？ノーブル M500、 JTC マシーン、ルノーサンクターボ、あこれもいいね。わこの辺もいいんじゃないですか。シトレーンとかルノー乗ってみたいね。ボグゾール、ストックカーもいいし、ルノーメガーヌトロフィー、これメガーヌトロフィーぐらいからいく。まずはちょっと簡単にサーキットデフランス、これをちょっとね走ってみよう。さあやってみよう。おお、こんな感じだわ。ステアリングの打角とね、私と打角が合ってないのは、ちょっと私ね初期を結構ね打角大きくしているんで、とっとっと、おおいいじゃん、いいハンドリング、うわ楽しい楽しい。メガールいいね、やっぱ結局ねいい車っていうのはどのシムで乗ってもね楽しいね。よくできてるわ、ほら車が。うわー楽しい、全開でいくぞーって感じ。いいねいいね、このコースだとちょっとパワーが大いかなっていうね感じですね。次次次次、もうどん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 行こう。 GT3 クラスですかね。あーあとねこれ A110、 これは乗りたいですね。ゾルダ好きだな俺さあ A110 やっていこう。ああこれいいね、あめちゃめちゃいい、あこれめちゃめちゃいいよ。スリップアングルが、なんかね、リアのスリップアングルがめっちゃコントロールしやすい。あ、これはね、本当に人馬一体。ちょっと突っ込みすぎた。いやいいね、いや、本当にシャーシがいい。車作ってる人たちにね、この車は評判がいいんだよね。ああいいよ本当に、ああめちゃくちゃいい今のとこ。リアを流しながら走れる、微妙にね本当にドリフトとかじゃなくて、楽しい。
これはいいわ、これは最高やわ。うわーちょっと長すぎた。わーこれいいね、もういつまででも走っていたい、いつまででも走っていたいが、まあちょっとね一瞬でやめておこうか。いやー楽しいねこれ、いやこれは楽しい、これ楽しいね。さあ次、いやこれ超えられるのか、なかなか難しいかな、この楽しさを超えられる車。え、何にしますかね次。ベンチュリー知ってる？ベンチュリーね、まあ、ベンチュリーちょっとマニアックすぎるからやめとこうか。オペルの DTM マシンですね。 DTM いいよね。前回ね、アルファロメオ155、これね、空力マシンでしたね。プロトタイプカーもいいよね。この辺、どれ乗ったらいいんだろうね。アウラス。これちょっと乗ってみようか。900キロで603馬力。相変わらずゾルダーで乗るっていう。ゾルダー好きだからしょうがない。あー、これもかっこいいわ。あー、これはすごいわ。耐久レースのね、これは。さあ行くぞ、これはちょっと気合い入れないと、だんだん速くなってきた。この車はちょっとね、コーナーゆっくり、ちょっとゆっくり上からね。あー気持ちいいな、このいや、いいね。調整につけすな。うわー楽しい、楽しいわこれ。あー止まりきれた、止まりきれ、ごめんなさい、ごめんなさい、止まりきれんかった。少し過ぎた、ちょっと思ったより早かったね。あーちょっと思ったよりニュートラル抜けた。すげえ速い、コーナー、コーナーめっちゃ速い。ちょっとだけブレーキ、向こうも止まりすぎた。おお、いいね、速い、こんな感じで、だいぶ慣れてきた。いやーこれはこれ楽しいぞ、乗りこなせてきた。こんな感じだろ。うーいいじゃん、いいじゃん、食われたな。ほら、もう無言になってくるよ俺、楽しくて。めっちゃ楽しいんだけどこれ。また逃げた、逃げた、数えてないと。いけいけ、シフトが気になった。3、2、1、いいぞ、うまい、うまい、うまい、俺ダメ。さあ、いった、自己ベスト1分24秒早い、何か分かんない、楽しいこれ。いやーいいね、箱車と来てプロトタイプカーと来たら、何次は。35 GT あるけど、いやまあちょっと待って、ちょっと待てよ、 F1 乗るしかないな。 F1
どの F1 かってことだよ。ローラ、うん、BR200、 ブラバム DT60、 ミナルディだな。フェラーリミナルディでしょ。フェラーリのサウンドを聞くぜ。どこでスピード出ると怖いな。やっぱりちょっと慣れたゾルダーでいいですか。さあ F1、 うわー F1 速い。フェラーリサウンドいいね。もっと回って、回るんだよ、全然。うおー、うん、気持ちいい。 F1 サウンド響き渡っております。あちょっと響きすぎた。うめえや。めっちゃパワーあるば、 F1 すげえな、やっぱ。あー無理だ。うーわー速い。はーい、 F1 めちゃくちゃ速い。あ、いや、めちゃくちゃ速いんだけど。いやいや、17秒。いや、もう全然出る、もっと。はい、次にですね、各モードの説明をしていきたいと思います。まずソロの中にはキャリア、ホットラップ、クイックレース、選手権がありますね。キャリアっていうのは文字通りキャリアを積み重ねていくというような内容になっていますね。 F4 だったりヒストリックカーだったりGT カーだったり、各クラスの選手権が用意されていて、こんな感じですね。これだと3つのコースで争うということになりますね。 F4 の車ですね。次こちらですと、昔の F1 ですかね、また3つのコースで争ってチャンピオンが決まるという形。あとは GT マシンですね。 GT マシンでまた3つのコースで争うというような形ですね。同じくこんな感じになっております。アバルトカップだったり、こんなね感じのプロトタイプクラス4であったり、これは2つのコースですかね、5ラップずつとちょっと長いレースになってますと。こちらも JS カップエンデュランスということで、2つのコースで争うという形、耐久レース形式ですね。それをクリアしていくとライセンスチャレンジみたいなのが D、C みたいになって、最後フォーミュラエクストリームというような感じのね、あーなんかこんな感じのマシンが仕上がっていく感じになっていくのかな。でこのマシンでチャレンジできるという感じですね。このパーツを集めていってなんか完成させてレースするみたいなモードになってますね。それがキャリアモードですね。はい、ホットラップっていうのは、まあ、フリー走行みたいに単独走でラップを刻めるということですね。そしてクイックレース。クイックレースはフリーとランダムと GT とプロダクション、シングルシーター、耐久、 EV などがありますね。フリーっていうのを選ぶと自分でコースを設定できて、車を設定できて、フリーでレースができると。こんな感じでね、レイアウトだったりショート、ロング、時刻も選べます。ラップ数も選べて、 AI の数ですね、数を選べて、 AI のレベル、予選をするかしないか、予選は何周でやるのかっていうのを設定できるという風な感じになっていますね。それがクイックレースですね。そして選手権ですね。選手権の方はクイックレースと何が違うかというと、シリーズを作れるという感じですね。こんな感じでサーキットを追加していって、年間を通したシリーズを作成できるというような機能になっていますね。こちらがソロプレイになっています。そしてマルチプレイですね。マルチプレイはローカルでできるというイメージですね。そして公開の方なんですけど、こちらは世界中のプレイヤーとレースができると、そんな機能になっています。クイックレースで簡単にね、世界中の参加者とレースができる。
そしてロビーを作ってですね、自分がホストになってレースを開催したりもすることができますね。そしてですね、非公開っていうのもあってプライベートセッションが作れるというような形になってますね。こちらはですね、まあ、いわゆる5文字の暗証番号を入れて、その暗証番号を入れることによって友達とネット越しにね、家にみんないながらにしてレースができると、そんな機能もあります。いいですねこれね、みんなでやりたいね。はい、マルチプレイなんですけど、まだ発売前ということでね、今日は残念ながら私もやりたいんですけどね、できないということになりますね。発売したらね、ちょっとぜひやってみたいと思います。あとはプロフィールでヘルメットをね、デザインを変えられたり、スーツが変えられたりしますね。こんな感じでスーツの色がね、いろんなところ変えられますよ。そしてステータスですねを見たり、トロフィー、いろんなねトロフィーをもらっておりますが、そんな感じですね。それではね、レースやっていきたいと思います。ソロのクイックレースやっていきたいと思います。サーキットでフランス、これをやっていきたいと思います。車は何がいい、あ、 DTM も面白いよね、これもいいし、あ、オペルのマシンね、うん、ベンチュリーがいいよね。ベンチュリー知ってる、ベンチュリーって、ベンチュリー600、これ乗ってみたいわ。これでやってみよう。それではね、レースやっていきたいと思います。こちらがベンチュリーになりますね。かっこいいスーパーカー、ミッドシップのスーパーカーターン。そう考えるとね、もう結構もう30年ぐらい前の車じゃない、ベンチュリー。ベストモータリングで見ただけ、一種格闘技戦になってるよ。何でもありになってる車が。うわー、サイドバイサイド速い、ちょっとターボで速いぞこっち。うおー、オフだ、オフが速いんじゃないの。あれ、ちょっとシフトが大会に落ちちゃった。シフトがどこに入ってるか分かんなかった。よっしゃ、このサーキット面白いね。よし、いけ、再び戻ってまいりました。スリッパ入ってブレーキ、よし、抜かしてトップに躍り出たか。まだ1台いるな。10番ぐる、気をつけて。1台速いのいるぞ、待て、アンダー出た、うわ追いつかねえ、おお危ない、無言になってしまった。いけ、追いついてきた、よし行け、スピン、あー、ごめんなさい、無言だぞ、早いぞ、あれプロトタイプカーがいる。ベンチュリーで追いつくか、よっしゃ、立ち上がる重視、スリッパ入って、あー、レブ当たっちゃった。さあ行け、さあ行け、
さあ、いけ。ウルトラ入っちゃうな。うわー、早いな、結構早いぞ。いけ。映った。あいえ。あいえ、立ち上がり。次は俺がいいんだ。危ねえ。やれた。くっそー、熱いバトルになってきたぜ。インに入る。よっしゃ、いけ。さあ、慣れてきた。ファーストスラップ刻んで最後の一周かな。よっしゃ、いけ。熱くなってきた。熱いバトルを繰り広げると努力で目線が大事。さあ、プロトタイプか。よっしゃ。使ってしまった。いやー、いけるかこれ。うわー、離れる。しまった、立ち上がりであんなとこ行っとった。ブレーキング勝負だ。ブレーキめっちゃ効く。よし、追いついた。いけ。立ち上がり早い。やば。さすが。無言になっちゃう。うわ、追いつかない。入る。よし、ゴール1位。はい、ということで、やった、勝てた。スイッチでもこんなにね、白熱したバトルができるということで、このゲーム詳しくはね、概要欄の方に貼っとくんでね、そちらの方から購入してみてはいかがでしょうか。はい、ということで、またね、こういうのやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。よっしゃー、よいしょー、ということで、やった。